マイケル・アクセル・バタイカン・ファルケス・ガードは、デンマーク出身のフィリピン代表サッカー選手。タイリーグ1のバンコク・ユナイテッド FC 所属。ポジションはゴールキーパー。フィリピンとデンマークの二重国籍であり、ミカエル・ファルケス・ゴアと表記されることもあるが、本記事での表記は、本人の発音に従うものとする。コペンハーゲン近郊のカストラップで、 デンマーク人の父親とフィリピン人の母親のもとに生まれる。父や兄の影響でサッカーを始め、5歳の頃に地元のカストラップ BK のユースアカデミーに加入する。幼少期のヒーローはピーター・シー・マーケルであった。2010年、ブレンビー・イーフでプロ選手としてデビューする。2015年にオーデンセ・セビー・系に移籍して、政治系 k の地位を得るが、数試合で、 全十字人体損傷の重傷を負ってしまった。負傷からの復帰後に FC、ミッティランに移籍したがプレーの機会は得られなかった。2018年1月、ファルケスガードは、タイリーグ1のバンコクユナイテッド FC に移籍し、アセアン選手として登録された。加入最初のシーズンに11試合クリーンシートを記録して、リーグ2位の成績に貢献した。ファルケスガードは、 デンマークの世代別代表でのプレー経験があるが、A 代表は母親の祖国であるフィリピンを選択。2018年3月に初招集された。2018アフスズキカップのメンバーにも選ばれ、グループステージの東ティモール戦、対戦、インドネシア戦の3試合に出場。さらに、準決勝のベトナム戦のファーストレグにも出場したが、セカンドレグは負傷欠場し、 フィリピン代表は準決勝で敗退した。ニール・エザリジが代表に参加せず、当面クラブでのプレーに専念することにしたため、ファルケスガードが AFC アジアカップ2019を戦うフィリピン代表の政治意見となった。ありがとうございます。